Hey guys, welcome back to the channel. It's me, Emmanuel, aka Princess Chai, and today I'm gonna continue to play Sword Art Online Alicization Licorice. Ooh. Happy New Year's campaign. Receive t-shirt. New Year's. ここの人間はどうやって51階から上を行き来してるんだ？さあ、おい、何か来るぞ。え？お待たせしました。何階をご利用でしょうか？かわいい。そう、かわいい。We need a screenshot of that one. One second, one second. なんかよって。じゃあ、君が僕らを上の階まで連れて行ってくれるの？さようでございます。お望みの会をお申し付けくださいませ。って言われても、俺たちカセドラルに侵入したお尋ね者なんだけど、そんなのにエレベ…あ、じゃない、円盤に乗っけて問題はないの？ I hope this is not a trap like the previous toかわいい girls。 私の仕事はこの昇降板を動かすことだけでございます。そうか、じゃあありがたく乗せてもらうよ。 Hey hey Pinky, how are you doing?おい、大丈夫なのか？だって
これ以外に上に行く方法はなさそうだぜ。そりゃそうかもしれないけど。じゃあ行ける一番上の階まで行ってくれ。かしこまりました。それでは80階雲上庭園まで参ります。お体を手すりの外に出しませんようお願いいたします。システムコールジェネレートエアリアルエレメント。バーストエレメント。なるほどな、そういう仕組みなのか。君、名前は？君、名前は？名前は忘れてしまいました。皆様は私を商工係とお呼びになります。商工係、それが私の名前です。あのさ、僕たち氷協会の偉い人を倒しに行くんだ。君に。そうですか。そうですか。君はいつからこの仕事をしてるの？この天職をいただいてから今年で107年になります。107年って、その間ずっとこの円盤を動かしてるの？ずっとではありません。お昼に食事休憩をいただきますし、もちろん夜は休ませていただきますから。そういうことじゃなく、もし教会がなくなってこの天職から解放されたら、君は。解放？私はこの小行動以外の世界を知りません。故に新たな天職とおっしゃられても決めかねますが、でもしてみたいことという意味ならば、あの空をこの昇降板で自由に飛んでみたい。お待たせいたしました。80階雲上庭園でございます。ありがとう。僕の天職も終わりが見えないことにかけては世界で一番だと思ってたけど、年を取って斧が触れなくなったら引退できるだけ恵まれてたよね、あの子の天職に比べれば。天命の自然現象を術式で凍結しても魂の老化は防げないってカーディナルは言ってたよ。記憶が少しずつ侵されていって最後には崩壊してしまうって。氷協会のしてることは間違ってる。だから俺たちはアドミニストレーターを倒すためにここまで来た。でもそれで終わりじゃないんだ、ユージは。本当？アドミニストレーターを倒せばあとはカーディナルさんに任せればいいんじゃないの？キリト？いや、この先はアリスを取り戻してから話すよ。今余計なこと考えてる場合じゃないもんな。それは。
アリス。もう少しだけ待ってください。せっかくのいい天気だから、この子にたっぷり日を浴びさせてあげたいのです。お前は戦うな、勇者。カーディナルの探検を確実にアリスに刺すことだけ考えるんだ。彼女の攻撃は俺が体を張ってでも止めてみせる。でもアリスの衝撃をかわさずに受けてそのまま拘束するから、すかさず探検を使え。いいな。とうとうこんなところまで登ってきてしまったのですね。お前たちが万が一地下牢から逃れることがあっても、バラ園に待機させたエルドリエ一人で十分に対処できると私は判断しました。しかしお前たちは彼を打ち破り、天地さえ人気を携えたデュソルバート殿を、そしてファナティオ殿までも切り伏せて、この雲上庭園の土を踏んだ。一体何がお前たちにそのような力を与えているのです。一体なぜ人界の平穏を揺るがす虚に及ぶのです。お前たちが聖豪騎士を一人傷つけるたびに、闇の勢力に対する備えが大きく損なわれていることがどうして理解できないのですか。やはり剣で聞くしかないようですね。いいでしょう、それがお前たちの望みならば。しまった、やばいぞ。あの剣まさかもう完全支配状態なのか。私を愚弄しているのですか。抜刀もせずに走り寄るのと。今の攻撃は警告の意味を含めて加減しました。ですが次は天命を全て消し去ります。持てる力を出し尽くしなさい。これまでお前たちが倒した騎士のためにも。誉れある聖豪騎士殿に対し敬意なき振る舞いに及んでしまってすまない。集権しきりと改めて騎士アリス殿に尋常なる剣の立ち合いを所望する。いいでしょう、お前たちの邪心がいかほどのものか、その剣筋で試すこととします。I'm gonna start. いざ尋常に参る。Yeah!
Elos. Oh, no.
女、たかが氷で私の花を止められるはずもありません。お前とは次に戦ってあげますから、そこでおとなしく待っていなさい。でも気を抜けば剣から手が滑り落ちて真っ逆さまだ。カセドラルの外壁に剣が刺さったのは幸いだが、どこまで持つか。もういい、その手を離しなさい。お前のような滞在人に命を救われ、生き恥をさらすつもりはありません。あんたも聖豪騎士様ならここで自暴自棄になっても何も解決しないことぐらい悟れよ、バカ。私を愚弄しましたね。撤回しなさい、罪人。うるさい、バカだからバカって言ってんだ、このバカ、バカ。いいか、ここであんた一人が落ちて死ねば、塔の中に残った勇者はすぐに最高司祭のとこまで行くぞ。あんたはそれを阻止するのが役目なんだろうが。なら今は何を置いても生き延びるのが最優先じゃないのか、聖豪騎士として。お前の言うことは理屈が通っています。しかし、なぜお前はその手を離さないのです。俺と友情は氷教会を壊滅させたくてカセドラルをここまで登ってきたわけじゃない。だから聖豪騎士の中でも最強の一人と言われるあんたをここで死なせるわけにはいかないんだ。貴重な戦力だからな。ならばお前は何故人に向けてその剣を振るい、血を流すという最大の禁忌を犯したのですか。氷教会と禁忌目録が間違っているからだ。それは本当はあんたが分かっているんじゃないのか。禁忌目録で禁じられていないからといって、ロニエやティーゼみたいな何の罪もない女の子が上級貴族にいいようにもてあそばれるなんてことが本当に許されると、あんたはそう思っているのか。どうなんだ、答えろ聖豪騎士。法は法、罪は罪です。それを民が死によって判断するなどということが許されれば、どのようにして秩序が守られるというのですか。その法を作った最高司祭アドミニストレーターが正しいか否かを一体誰が決めるんだ。それを明らかにしたくて俺とユージはここまで登ってきたんだ。アドミニストレーターを倒してその誤りを証明するために、そしてそれと全く同じ理由で今あんたを死なせるわけにはいかないんだ。壁が壊れ、カセドラルの外に放り出された俺たちは休戦協定を結び、
協力して塔をよじ登ると決めた。アリスはカセドラル95階、四方の壁が柱だけの素通しになっている行政の望楼まで登れば塔の中に戻れるという。俺たちはお互いを命綱でつなぎ、ゴースを生成して作ったハーケンを足場にしてカセドラルの壁を登っていくことにした。だが途中に見つけたテラスの上にはガーゴイルのような有翼の怪物がいて、飛び立って俺たちを襲ってきた。細い足場の上での戦闘は無謀と判断した俺は、命綱の金の鎖を駆使してテラスの上に乗り上げ奴らを倒した。そして今はわずかな休憩中だ。どうにか片付きましたね。ああ、足場が狭くて動きにくいことこの上なかったけどな。あの細い足場よりはマシです。この後もあれを使って登ることになるんだぜ。まったく、お前と来たら無謀にも程があります。私を上に放り投げるなど、心臓が止まるかと思いました。あの時はそれ以外手段がなかったんだよ。しょうがないだろう。でもつくづく意外だったな。何がです？なんや、アリスみたいな最強の騎士様が細い足場を怖がったりするとは思わなかったからさ。恥をさらしてしまったのは事実ですが、それ以上言うと休戦協定を解除してお前をここで切りますよ。I wanna take the picture. Blushing Alice is so kawaii. ごめんごめん。それよりも。なんだ？ミニオンの返り血を浴びたでしょう。奴らの血は病を呼びます。そのハンカチ、じゃなくて布を貸してくれるのか？大方主金など持っていないのでしょう。ありがとうアリス。そういえばあのガーゴ、いや石像の怪物はミニオンっていうのか？さっき。はい、ですがなぜあれらがここにいるのかは分かりません。ここにいる理由が分からないって？あれらはダークテリトリーの暗黒術師が作り出し使役する邪悪な魔物で、私たちはミニオンと呼んでいます。ミニオン、英語の意味としては手先とか従属者になるな。いや、もう一つ教えてくれ。あのミニオンたちに知性はあるのか？人の言葉を喋ったりするのか？それこそありえません。ミニオンは闇の国に暮らすゴブリンやオークと違って、生き闇の神ベクターを報じる術師どもが土暮れから作り出す魂なき使い魔。そうか。なぜ、やはり人と同質の魂を持つ存在を殺すことには強い戸惑いを覚えてしまう。たとえこの世界の人々が最終孵化実験によって全て滅ぼされる運命にあるとしても。そうだ、なんでダークテリトリーの魔物がセントラルカセドラルの外壁に並んでいるんだ？それは私が知りたい。本来ならば決してあってはならぬことです。ミニオンが聖豪騎士の監視をかいくぐって果ての山脈を越え、こんな高いところに侵入してきたなど。ましてや教会内部で高い権力を持つ何者かによって意図的に配置されていた。しかしお前の戦い方は興味深いですね。奇妙な技を使うと思っただけです。下司祭で芝居小屋でもやれば客を呼べるのではないですか？そりゃの、あんたセントリアの下司祭を見たことがあるのか？あれはどっちかといえば庶民のお祭りで、修験学院でも
上級貴族出身の生徒は見に行かない奴がほとんどだったけど。私を気取った上級貴族などと一緒にしないでください。もちろん見た。いえ、そういう祭りがあると修道士の誰かから聞いたのです。聖豪騎士は任務以外で市政の民と交わることは禁じられていますから。ん？ともかくまた外壁を登るための楔を作れるよう月が空に上がる時まで待ちましょう。なあ、ゴースを生成するにも空間新勢力に頼るしかないものな。こうして俺たちは夕暮れから夜が来るまでここで過ごすこととなった。友情は今頃どうしているのか考えてみると、彼と出会ってからの2年間で会おうと思っても会えない状況は初めてかもしれない。一緒にいる時はそれが当たり前で彼の存在をことさら意識もしなかったが、アンダーワールドを取り巻く問題を全て解決し彼のフラクトライトを現実世界に移行させることができたら、アスナやリーファ、クラインたちに紹介するんだ。俺の剣技を受け継いだ一番弟子にして親友なんだと。その瞬間が待ち遠しくてたまらない。何をニヤニヤしているのですか？いや、ちょっと今後のことなどあれこれ考えて。それであのような緩んだ笑い方ができるのはよほどの楽天家かよほどの愚か者のどちらかですね。この石棚からの脱出さえおぼつかない状況だというのに。壁登りの方は月が登れば再開できると思う。ハーケン、あ、じゃない、鎖さえ作れれば特に難しい作業じゃないしな。得意げに言っていますが、鎖はゴースを変形させるだけ。月光の空間新勢力さえあれば誰にでもできます。この壁登りで最も重要なのは私たちの命綱ともなっているこの鎖です。わかっているよ。君のコテと高度な物質変換術のおかげで鎖が作れたことには感謝しているってば。物質変換術ではなく形状変化術です。どちらにせよ君の新生術には助けられたよ。さすがセルカが尊敬するお姉さんというところ。お前今何と言いました？君には妹がいる、そう言ったんだ。私に妹？話すよ。君が受け入れるかどうかは分からないけど、俺が事実と信じることの全てを。話しなさい。ただしお前の言葉が私をたばかるものだと判断したらその時点で切り捨てます。構わないよ。俺を切るという判断が真に君自身の心から出たものならな。なぜそんなことを言うかというと、君の中には君以外の人間に与えられた、しかしそうとは意識がない命令が存在するからだ。聖豪騎士の責務のことを言っているのですか？その通り。君の最初の記憶はアドミニストレーターが君に向かってとかなんとか話しかける場面だろう。それは聖豪騎士は地上に使わされた時点でステーシア神によって天界の記憶を封じられるからと。いつかダークテリトリーの邪悪な者どもを打ち滅ぼし騎士の責務を全うしたその時には再び神の国に迎えられ、私の両親や兄弟たちのことを全て思い出せると最高司祭様はおっしゃって。アドミニストレーターの言ったことはほんの一部だけ正しい。確かに君は記憶を封じられている。だがそれをしたのはステーシア神じゃなく最高司祭当人だ。
そして封じられているのは天界の記憶じゃなくて、君がこの人の世界で人の子として生まれ育ったという記憶なんだ。ありえません。最高司祭様が私たちの記憶をもてあそぶような真似をなさるはずが。している。なぜなら君たちには自分たちが連行した罪人たちに関する記憶の一切が存在しないからだ。そうだ、君は俺と相棒を修験学院から飛竜で連行した。さすがにそれは覚えているだろう。忘れるはずがありません。私が罪人連行の任務を命じられたのはお前たちが初めてですから。でも聖号騎士ディソルバート新世セブンは君のことを覚えていなかったぞ。8年前、自分の手で北部辺境のルーリットの村から連行した幼いアリスのことをな。ルーリットの村、それが私の本当の故郷。デュソルバート殿が私をそこから罪人として連行した。つまり私がかつて禁忌を犯したとお前はそう言っているのですか。君の本当の名前はアリス・ツーベルクだ。アテナ山脈にほど近いルーリットという村で生まれ育った。俺の相棒と同い年だから今年で19歳になるはずだ。君が教会に連行されたのは8年前、つまり事件は11歳の時に起きた。君はユージオと2人で果ての山脈を貫く洞窟を探検に行って、洞窟を抜けた先にある人界とダークテリトリーとの境界線からほんの、つまり君が犯した禁忌はダークテリトリーへの侵入。何を盗んだわけでも誰を傷つけたわけでもない。いや、むしろ君はあの時死にかけた暗黒騎士を助けようとして。待てよ、俺はユージオからアリスの話をそんなに詳しく聞いていたのだったか。アリス・ツーベルク、それが私の名前。ルーリット、君のお父さんはルーリットの村長で名前はガスフト・ツーベルク。残念ながらお母さんの名前は知らないけど、さっき言った通り妹が一人いる。セルカって名前で今もルーリットの教会で修道所見習いをしているはずだ。お姉さん思いのいい子だった。教会に連行された君のことをずっと気にかけていた。セルカ、思い出せない。顔も声も、私の口が喉が心が覚えている。アリス、何度も呼んだ。毎日毎晩セルカ、本当なのね。私に家族が、父と母と、そして血を分けた妹が。アリス、取り乱してしまいすみません。いや、落ち着いたか。まだお前の言うことを全て信じたわけではありません。しかし私はお前と話したいことがいくつかあります。ああ、キリト revealed the secrets taking nearly half an hour。 一つ、oh, yeah.お前に頼みがあります。それは、この体に本来のアリスの人格を復元する前に私をルーリットの村に連れて行ってくれませんか。そして物陰からほんの一目だけでいい、セルカの
妹の姿を、そして家族の姿を見せてほしいのです。それだけ叶えられれば私は満足です。ああ、約束する。記憶を復元する前に必ずルーリットに連れていく。絶対ですよ。わかりました。それでは人界とそこに暮らす人々を守るため、私アリス・シンセシス・サーティはたった今より聖号騎士の使命を捨て、右目が焼けるようです。それに何か文字が見える。これはユージオと同じ。アリス、何も考えるな。頭を空っぽにするんだ。君に起きている現象は多分教会に逆らおうとすると発動する心理障壁みたいなものだ。右目に痛みを発生させて無条件の復讐を誘導しているんだろう。そのまま考え続けると目玉が吹っ飛ぶぞ。ひどい。こんな記憶だけでなく意識すらも誰かに操られる。この赤い神聖文字を私の目に焼き付けたのは最高司祭さんなのですか。いや違う。と思え、この世界を作り外側から観察している存在、創世記には登場しない神たちの一人がしたことだ。神、私たち聖号騎士が神の作りたまえた世界を守るため無限の日々を戦い続けても神は信じてくださらないのですか。私から家族に妹の思い出を奪い、その上このような封印すら施して復讐を強要するなんて、私は人形ではない。確かに私は作られた存在かもしれない。でも私にも意志はあるのです。私はこの世界を、世界に暮らす人々を守りたい。家族を守りたい。それが私の果たすべき唯一の使命です。キリト、私をしっかり押さえていて。私のなすべきことをなすためにあなたと戦います。ここは、この鎖は…キリト、お前まさか私を背負ってここまで…
やだお前、汗びっしょりじゃないですか。私の服にシミが。早く離れなさい。ひどい。右目の封印が解け、気を失ったアリスを背負って俺は95階まで塔の外壁を登り続けた。そしてさっきようやく95階に到達し、行政の暴漏から塔の中に戻れたというわけだ。あの、なんだよアリス。先ほどはその少々言い過ぎました。なあ、さっき目覚めてすぐ離れろって言ったことか。あれは目覚めた瞬間、あまりにもお前が汗びっしょりだったので、ついそれにあんなに密着されることも初めてで戸惑いました。もしかして騎士様が塩らしくお礼でも言ってくれるのか。礼節を欠いた振る舞いは騎士として恥ずべきものですし、ともかくお前の労をねぎらいます。ありがとうございました。いいよ、そんなことより目は大丈夫か。俺の神聖術じゃ治してやれなくてごめんな。いいえ、今はこの手当てだけで十分です。後で私の神聖術で治します。失われた目を復元するに足る量の酵素を生成するには、現状では空間神聖力が不足しすぎています。ソルスが登るまでは不可能でしょうね。なら何かこういう鮮度のオブジェ、じゃなくて持ち物を神聖力に変換すれば、あ、それこそその鎧とか。鬼物神聖力を還元する術はそれ自体に少なからぬ神聖力を必要とするのです。学院で習ったでしょうに。痛みはまだ残っていますし、右側の視界も少し制限されますが、どちらも戦えないほどの問題ではありません。しばらくはこのままで構いません。それにもう少し感じていたいのです。私が長年信じてきた氷協会と戦うことを決意した証であるこの痛みを。分かった。もし戦闘になったら右側は俺が守るよ。そういえばあのユージオというお前の仲間はまだここまで上がってきてはいないようですね。どうして。なぜならこの95階がカセドラルの外部に放り出された私たちが再び内部に戻りうる唯一の場所だからです。それは見ればわかることですし、つまりもし先に到達していれば彼はお前をここで待っているはずでしょう。なるほど、それもそうだな。念のため彼の居場所を探してみたらどうです。そうだな。システムコール、ジェネレートアンブラエレメント、アドヒアポゼッション、オブジェクト ID WLSS703、 ディスチャージ。青バラの剣の固有 ID をサーチした。何事も覚えておくもんだな。下だ。そのようですね。じゃあ悪いけど急ぐぞ。さっきの暗訴術の感じだと友情がいるのは結構下の階みたいだからな。私が先に立ちましょう。道をよく知っていますから。と言っても階段をただ降りるだけですが。そうだアリス、少し聞きたいことがあるんだけど。何でしょう。確か氷協会の上部には聖豪騎士団の他に元老と呼ばれる連中がいるはずだったけど、こんな高いところまで到達してもそいつらを一人も見かけないのはどういうことだ。実のところ私たち聖豪騎士にすら元老たちの全容については知らされていないのです。96階から上には元老院という区画が存在すると聞いていますが。へえ、そもそも元老っていう連中の仕事は何なんだ。禁忌目録、人界に暮らす全ての民が禁忌目録を遵守していることの確認と監視、それが元老の仕事です。そして
禁忌に触れる者が出現した時は聖号騎士を派遣して事態の収拾に当たらせる。2日前、私が北セントリア修験学院にお前とユージを捕らえるために赴いたのも元老院から指令が発せられたからです。なるほどな。それってつまり元老院は最高司祭の仕事を代行してるってことか。でも用心深いアドミンストレーターがよくそんな高い権限を与えたもんだな。それとも元老たちも聖号騎士と同じように記憶を制御されてるのか。記憶の話はやめてください。今度は左目が痛くなったりしたら困ります。ごめん。でももう大丈夫だと思うよ。ユージオも一度封印を打ち破ってから特に何も起きなかったし。だといいのですが。まさか。大丈夫か。問題ありません。行くぞ。どうにか倒せたな。はい。部屋一面が凍っていますね。これはどうしました？青バラの剣だ。なんという、これを引き起こしたのは。ああ、間違いないだろう。あいつの俺も正直これほどの威力があるとは思ってなかったけどな。おじさん。
今から数時間前。エンハンスアーマメント、させねえよ。せー、何、そいつを剣の代わりにしただと。感染支配術者の私もそう思います。昔おじさまから聞いたことがあります。元老長は人間を石に変えてしまう権限を与えられている。確か術式の名はディープフリーズと言ったはずです。ディープフリーズなら、このおっさんない、騎士長殿術をかけたのは。でもどうして、今侵入者を討伐するための貴重な戦力だろうに。おじさまは元老院に降りてくる指示には密かな疑念をお持ちのようでした。しかしかつての私と同じように教会による統治なくして、これまで英豪の日々を戦ってこられたのです。元老庁にいかなる権限があろうとも、こんな仕打ちを受ける言われはありません。おじさま、よして。ディープフリーズを本気で解除しようとしているのか。おじさま、やめて、待って、体が壊れてしまう。おじさま、よう、ジョーちゃん、心配すんなって。それより、そうか、この俺が300年かけて破れなかった、そんな顔すんじゃねえ。これもう俺がジョーちゃんに教えることは何もねえ。そんなことありません。おじさまにはもっと教わりたいことがたくさん。ジョーちゃんならできるさ。檻教会の過ち正し、この歪んだ世界をあるべき形へ導くことが、お小僧アリスの力を頼む。分かった。お前の相棒は元老長チュデルキンが連れて行った。おそらく最司祭殿の居室へ。おじさん、ユージオはやはりすでに最高司祭様に囚われてしまったようですね。急いだ方がいい。あの方の行いは人の考えの及ぶところではありませんから。話したことがあるのか、アドミニストレーターと。
一度だけ。もう6年前になりますが、聖号騎士見習いとして過去の記憶を全て失った状態で目覚めた私は、召喚主であり人界における神の代行者でもあるという最高司祭様と対面しました。見た目には剣は愚か、重いものは何一つ握ったことのなさそうな、なよやかしい方なのですが、あの目、あらゆる光を跳ね返す鏡のような銀色の目。そう、今ならわかります。あの時私は最高司祭様を深く恐れた。決して逆らってはならない。お言葉の一辺たりとも疑わず、全てを捧げて使えねばならないと私に思わせたのは、圧倒的なまでの恐怖だったのでしょうね。アリス、大丈夫です。おじさまと会えてよかった。これでもう私の心は決して揺らぐことはありません。さあ急ぎましょう。おい、騎士長さんはあのままにしておいていいのか。元老長チュデルキンを吊るし上げて術を解除させるか、あるいは切り捨てればそれで済むことです。